て特撮チャンネル。どうも、ぬえててです。どうも、ぬえやんだぜ。今回は仮面ライダーオズの力を受け継いだジオウについての動画となります。とうとうジオウ編も最終回か。で、オズの力を受け継いだ？はい、それがこちらの仮面ライダージオウ、オズアーマーです。おお、確かにジオウだけどオズだな。武器は時間でスピアを使用、ザモナスとゾンジスをなぎ倒しました。アーマー元になったライダーの武器を使うのって何気に珍しいというか、初のパターンだな。このアーマーは仮面ライダージオウファイナルステージに登場し、赤オズの力の残滓から生まれたウォッチを使いました。白と黒の次は赤いオズも出てきたのか。赤オズはツクヨミを女王と崇める時間軸のオズで、ファイナルステージでは敵により洗脳された状態で、ゲンオズとツクヨミの記憶に上書きしていました。記憶が改ざんされた状態で、かつ洗脳もされてたのか。最終的には二人とも記憶を取り戻したり、ジオウもオーマフォームになったりしたので、物語中盤のつなぎみたいな感じでしたね。この動画と同じで、本編のおまけみたいなもんか。さて、続いてはハイパーバトル DVD において、ゲイツがビビルライドウォッチを使って変身した仮面ライダーゲイツ、ビビルアーマーです。ビビルアーマー？ゲイツにしては珍しくボディが青いな。こちらはゲイツがお化けを怖がったことで、ゴーストライドウォッチが変化したことで誕生したフォームになります。さすがハイパーバトル DVD だな。ゲイツの恐怖心と怯える挙動を攻撃に変えてしまう最強フォームであり、深夜の廃校に現れたアナザーライダーの幽霊たちを相手に戦闘を繰り広げました。最強って、ゲイツ自身が怖がってる意味かよ。ハイパーバトル DVD はカオスですからね、外務編で紹介していませんでしたが、フレッシュオレンジアームズとかもありますし、オレンジアームズの色変えただけじゃねえか。フォーゼのロケットドリルステイツは腕のロケットドリルモジュールが新規で作られてるんですけどね。これもハイパーバトル DVD フォームか。さらにオーズではテレビくんのおまけでついてきたカンガルーメダルを使ってタカガルバ、タカトラガルのアシュフォームに変身しています。なんで雑誌のおまけのコアメダルで変身できるんだよ。しかも上半身と下半身兼用できてるし。平成一期の頃はディケイドバズーカやファイズサウンダーなど、オリジナル武器が登場することもありましたね。ファイズサウンダー、カオスだったよな。あと、画像が用意できませんでしたが、ウィザードではビーストがランドドラゴンのリングを使いウィザードスタイルに変身したりもしました。設定上ビーストはウィザードのリング使えないから、これもハイパーバトル DVD ならではだな。さて、これにて空画からジオウのファイナルステージに登場したライダーの紹介は一通り終わりました。あれ？ジオウやディケイドってまだ携帯があったような。あれはファイナルステージより後ですし、何より力を借りてるライダーも令和ライダーなので、平成というくくりでは終わったということか。一応仮面ライダー3号や4号も平成といえば平成なんですけど、今軽く触れる程度にしておきます。そういえばクォーターの時に出てきてたけど、ネオライダーシリーズやアマゾンズはやらないのか？今のところ予定はありませんね。個人的にグロいのって苦手なので。じゃあ次からは令和ライダーの紹介になるのか。そのことなんですが、この原稿を書いている段階では今後の動画投稿をどうしようか決まっていません。普通に今まで通りやればいいじゃないか。キングオージャー放映中は2ヶ月、水、金曜日に投稿、その前後は3日に1回の頻度で投稿していましたが、原稿を書いてる段階ではマジで決まってないです。じゃあ、もしかしてこれがこのチャンネル最後の動画投稿になる可能性もあるのか？可能性はありますね。しばらくしたらしれっと投稿再開する可能性もありますが、未来は未定ということか。まあ、もし本気でチャンネルを終わらせるなら、もうちょっとちゃんとしたフィナーレ的な動画を作って締めたいので、ヤウチューバーによくある、ご報告とか、今までありがとうございましたしか書いてないサムネの動画が出たら終わりってことだな。さて今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。XQTwitter のフォローもぜひ。皆様のご声援が励みになります。それでは、また次回。